Let's be positive YouTube。 はい、どうも皆さんこんにちは。楽にことベイです。ベイタケです。バイオハザード RE4 VR モードゲームプレイデモ。はい、皆さんついにバイオハザード RE4 VR モードやってまいりました。チャンネル登録お願いします。今日からやっていくのでチャンネル登録ぜひお願いいたします。はい、さあね、ついに来ましたよ、バイオハザード RE4 の VR モード。はい、まずはね、皆さん見てください、これ、この景色。はい、後ろもね、はい、こっちもね、分かってはいたんだけどね、分かってはいたんだけど、このやっぱり VR モード別世界なんですよ。画面越しでやっていた RE4 とはね、もう全く別世界。はい、一粒で二度おいしいこのバイオハザードシリーズね、セブン、ビレッジ、そして RE4 とノーマルバージョンで楽しんで、そして VR で衝撃を受けて楽しんで、はい、PSVR2 皆さん買いですよ。ぜひ買ってください。この体験半端がないです。はい、今日からやっていきたいと思うんで、チャンネル登録お願いします。バイオハザード RE4 VR モード。休憩。VR モードはこまめに休憩を取りつつ、プレイすることを推奨します。気分が悪くなって疲れを感じたときは、無理せずすぐに終了してください。レッツゴー。VR モード操作説明開始します。お、はい、視点リセット、うん、 OK、 OKOK、 歩く、視点操作、はい、お、早速、はい、キツネの剥製。いやー、本当にね、バイオハザード RE4 の世界観の部屋にね、立体で入ってきました。さあ、お、パイレーツ・オブ・カリビアン的な、この、ね、あ、海賊、船、あ、やっぱりそういう感じなんだ。お、銃がありました。はい。お、掴む、マガジン排出、はい。取り出す、はい。装着、装置、スライド引く、はい。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 はい、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 マガジン取り出す。お、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 こっち行こうか。はい、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 ワン、ツー、スリーと、ワン、ツー、スリーと、ワン、ツー、スリーと、スリー、スリー、スリー、おう、マガジン、マガジンくれ、マガジンくれ、はい、ワン、ツー。慌てると、障子が危ない。オッケー。じゃあ、こいつ。なんだこれ。ショットガン？弾を取るです。はい。装置。スライド引くと。はい。お、威力すごい。はい、オッケー。はい、オッケー。少しだけじゃ撃つかな？はい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 、うん、あれ、マガジン、オッケー、お、いっぱい来た、海賊、お前、お前、お前だ、よし、オッケー、マガジン、マガジン、あれ、マガジン、こうか、はい、うん、こんな感じね。はい、OK。OK です。はい、エグジット。1998年9月30日。忘れられない日だ。警官としての俺が死んだ日。アンブレラが流出させた生物兵器によって、あの夜ラクーンシティは崩壊した。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして。
政府の特務機関からの誘いを受けたのは楽園事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。長く厳しい訓練と過酷な任務、望むところだった。あの夜を、後悔を少しでも忘れられるなら俺は救えるんだろうか。今度こそ。湖の生物災害、ラクーン事件から6年、アンブレラ社が引き起こした惨劇を生き延びたレオン・S・ケネディは政府のエージェントへと成長していた。彼に与えられた新たな任務は誘拐された大統領令嬢の捜索。最後の目撃情報をもとにレオンはヨーロッパのとある山荘に飛ぶ。外界とは隔絶された、村で待ち受ける狂気と悪夢を彼はまだ知らない。バイオハザード RE4VR モード。あー、行きましたよ、チャプター1。おお、すごい、うわすごいな。警官を探す。はい、うわすごいなこれ。うわ、皆さんどうですか、またこれは 2D 動画じゃ伝わってないんですか。すごいよこれ。森の中にいる。風が吹いて落ち葉が落ちて、そしてなんといってもこの水の流れ、もう目の前に水流れてるからね。これ全然違うよ、画面越しとは全然違うよ。ここに来ちゃった、ここにいる。さあ行きます。すごいな、リアル感。これビレッジよりビレッジ VR モードよりもね、グラフィック上がった気がするな。すごいリアルだよ、すごい。これが 100% で伝わらないのは悲しい。皆さん VR2 買ってください。 PSVR2おすすめでございます。はい、生きてる間にこの体験ができてよかったというようなくらいの、はい、体験ですよ。最後走る。お、カラスいる。でかっ。あ、こんなカラスちゃんでかいの、こんなでかいカラスだったの。あのね、あのビレッジに出てくるカラスよりも全然なんかサイズが違うわ、これ大きいよ。なんか吠えてるというか、どこまで行ったんだ警官。いやね、なんかね、こいつらたらふく食べてるのが吠えてるよ。逃げないね君たち、意外に逃げないんだ。逃げないじゃん。お、でかっ、門がでかい。またいや、水がすごいリアル。これこの水飲めそうだもの、すくって飲めそうだもの。ちょっと透明で上の方が、手分けいかねえか、あんなものがあるから。そんなきゃいかない。うわー、えぐいな。いや、画面で見てたのとは違うぞ、これ。リアルすぎてえぐすぎるぞ、これ。ひどいな。これはひどいわ。ひどい。そして、おっとっとっと、枝が顔に刺さる。枝が顔に刺さる、刺さる、刺さる、葉っぱが刺さる。葉っぱが刺さるって、刺さるって。ああ、よし、しゃがめ。刺さるって、枝が。よし、見えてきた。いや、しき、おお、お前たちでかいね。うわ、うさちゃん、うわ、
ちょっとやっぱり VR だと余計グイわ。そして見つかったこの、なんつうのこれ、別荘っつうの、山荘っつうの。よし行きます、ごめんください。すいません、気配がないな。いやほんとね、ちょっとね、あの画面で見てるんだとわけが違ってね、普通にこの部屋の中入ってきたんで、マジでちょっと緊張すんな。誰かいるか、誰かいるか。おお、いやこの部屋はね 2D の時と一緒、温かみがやっぱりあるね。あのバイオハザード7の時のあのミヤがいた、ミヤがねこう閉じ込められてた部屋に似てるな。お、なんだこれ、掴めた。うん、粗雑なチャーム、さばきは北アレリー。おお、すごいね、ほら、もうこれ。わかるかな、これ、どんだけ近づいても、この立体感、わからないかな、あの、2D だと。すごいんだよ、ほら。こうやっててもわからない。VR だともうここにあるんですよ、こうやって。めちゃくちゃ、きめ細かいのが。はい。はい。何もないかな、何もないか。やっぱりこのベッドに寝ていきたくなりそうだけど、なんだこれ、なんだこれ、虫かよ、キモ、虫じゃん。これ VR だから分かったよ、虫って。この明かりはいいね、ちょっと落ち着くね、ここにずっといたいぐらい。はい、じゃあ行こう。臨場感半端ないよこれ、半端ない。あ、なんだかドアがある、趣味の悪いドアがあるな、おい。なんて、あ、これなんかアイテムが必要なんだね、なんか書いてあるけど、なんかなんて書いてあるんだろう、読めない。何これ、なんだろう。よし、こう、気をつけろよ。あ、いた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 、いたぞ。勝手に入ってすまない。すまない。え、おじさんしかと。ボスはウンポルシア。ビラキ。言葉通じない？聞いてる？聞こえてんの？あ、あった、警官の警察手帳。危ない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 ぞ、おら、お前何すんだよ、ひっかけんなお前、ハイキック、お前自業自得だぞお前。あ、もしや警官の声じゃないの。おお、そして何が起きてる、何が起きてる。漁師小屋の鍵が手に入った。っていうかね、このさ、ムービーシーンからこの VR シーンに切り替わるときにめちゃめちゃ驚く。急にリアルになるから。こいつ完全にノックアウト、ノックアウトになってる、なってるか。よし、何作ったんだお前は。なんだか分かんない、これ髪の毛じゃないのこれ、何これ、え、気持ち悪っつったか。これ10人前ぐらいある鍋だな。ひどい匂いだ、こんな食えないよ。よし行こう。ここだよね多分ね。
こでしょ。はい、アイテム、つかむ。はい。はい、VR あるある、つかむ。VR リアル、リアルリアル。はい。ガチと。お、暗いな、急に。急に暗い、急に怖いぞ。なんか気持ち悪い。気持ち悪い、気持ち悪い。えぐい、えぐい、えぐい。あー、えぐい。すげえな。なんだか暗いな、怖いな。なんだこれ、何の骨だあれ。なんかわかんない。おお、でかい。あ、ネズミちゃんでっかいね。なんか聞こえるな。なんだ、ああ、あっちいた。ダメか。ああ、ダメだね。どうした。おい、返事しろ。ああ、もう一人もかよ。どうなってるんだ。やばいじゃんか。おお、そして立体に。おー、この 2D ムービーから立体に変わる瞬間すごい。これはすごいわ。全然違うってことがよくわかる。お、銃を取り出す。 OK、 よし、銃が使えるんだね。もう警官ダメか。完全に鍛えてるんな。うん、ダメだ。銃でしょ。ナイフ、ナイフね。 OK、ナイフと銃があるだっけ。とりあえず OK。 なんだ、お、物落とした。なんか来てんじゃないの。誰だ。お、来た来た。あ、生きてんじゃん、あいつ来てんじゃん、お前。はい、首が曲がってる。聞いてない。まあ、強いな。危ない危ない危ない。よしよし。こいつは一体。おお。あ、クイックターンしたのか今。おお。後ろを長く押すとクイックターン。オッケーオッケーオッケー。おお。オッケー。行きたいと思う、やっと。よし、行こう行こう行こう。危ない危ない。逃げた方がいい。え、弾あるのかな、まだ。いや、3発しかないよ。やばいんじゃない。やばい、痛い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 じゃん今。やばいやばいやばい、見つかんないしないと。これじゃない。アイテム何もないもんね。ナイフっけない。ナイフ、ナイフでいくか。待てよ、こっちもナイフと。こっちね、本出て、こっち銃持てんじゃん。あれ、二刀流できんだっけ。あれ、え、ビレッジもできたんだっけな。わかんないけど。ここで行こう。両手に武器で。お、あ、横に見えるぞ。いるじゃん。いるいるいる。こっから狙えないかな。よし、では、やっちゃおう。ヘッドショット。はい。どうだ、ダメか。どうだ、もう一発。よし、倒した倒したね。 OKOKOK。 気づかれてないから、他のやつに。よし、ああ、いたよ、怖っ。ちょっと待って、ナイフナイフナイフ。なんだやつ、もう一人いたよ。もうナイフだよ。えい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 、目で。よし、オッケー。うわ、うねうね。なにこの手のうね。キモ。なにこのうねうね。これこれこれ、何でできてんのこれ。
うわ、立体だと余計気持ち悪い。なんだよ。ちょ、武器、弾。なんかない？ないのかよ。ないのか、こっちいるんじゃない？また。いないか。武器はないな。ナイフしかないよ。ナイフしかない。開かないのか。あとはこっちか。あ、上がある。あ、なんかある。ハーブ、オッケー。ハーブ助かるな。ちょっと待って、今どうだろう。一応大丈夫か。弾がないもん。クラフトできる？できないね。とりあえず、まあ、いいけど、ナイフ、うん。あ、これもビレッジと同じように持ち替えできるんだね、こうやって。OK。よし、こう。よし、急げ。今のうちだぞ。お、これ大統領令状。大統領令状。HQ、こちらコンドルワン。こちらハニガン、状況は？ターゲットは、大統領の娘はこの村にいる可能性が高い。いいニュースだわ、さすがね。湖に手がかりがありそうだ。誘導だろう。了解。付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。やばい、来た。やばいぞ、やばいぞ。やばい。また後で。武器ないからな。やばいな、3体。邪魔したな。おし、逃げろ、オッケー。お、うまい。来ないんだ、お前追ってこないかい。なぜか。まあとりあえずいいよ。さあ先急ごう。おお、立体湖畔へ向かう。急にまたリアルになった。何の音。なんか飛んでた。おお、結構高いところから飛び降りたね。レオン骨折してもおかしくない、この高さ。ほら、このところね、何もないのかな。おお、うねうね。この葉っぱのうねうねがリアルすぎて。おっ、ない、何もないよ。じゃあ行こう。よし。いや、すごいね、グラフィックはね、全然上がってるよ、間違いなく。おお、風がすごい。吊り橋、おお、すごい。壊れないか、大丈夫か。血がすごいな、これ。大丈夫か。大丈夫か、これ。揺れる。揺れる思いだよ。よし。いや、もう完全に山道歩いてるからね。でかいカラス、またでかいね。ああ、悪いな。よし、ナイス。はい、また声超えてきた。お、タイプライター。ああ、そっか、最近はできない。よし、行くぞ。なんか広いところで出てきた。お、やばい。あ、カラスがいる。あ、ワンちゃん。
ああ、かわいそうに、ワンちゃん。罠に引っかかったんだ。かわいそう、助けられないかな、もう。ああ、ダメだ。かわいそう、かわいすぎる。お、なんかあるか。よし。OK、溜まった。あとは、よし。あ、やっぱ VR だとね、このここ、こういうとこしゃがまなきゃいけない、すぐ分かる。しゃがまなきゃいけないって。よし。あ、いるぞ、あそこに。見つかんねえしろ。ナイフ。あ、こっちも使えなきゃいけない。おう。そっかそっか、銃構えててもこっちも使えるのかって。うん。二刀流で。二刀流。大谷選手じゃないけど、二刀流。よし。どこだ、どこ行ったあいつだ。あ、見つかった、見つかった、見つかった。やばいやばいやばい。見つかった。ナイフ投げられないのかな。危ない危ない危ない。あいつ、くわえて、くわえて。くわえてきた。よし。やべやべ、なんか狙えてる、なんか狙、なんか、なんだなんだこの赤いの。なんだよなんだよ。あれ。あぶ。よし。どうだ。うわ、R2。R2 だって。R2。どういうことどういうこと。わからない、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 わからない。あれあれ、化けた化けたあいつ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。待って待って。待って、ナイフ、ナイフじゃない。銃、銃、銃、銃。え、あんの弾んだっけ、あ、弾ある。よし。はい。強いな、お前。この、お前、首曲がってからが強いんだよ。すげえ顔してない、これ。やばくない、お前の顔。あれ、もう一人どうしたっけ。消えてった消えてった。え、どこだ。 OK、 とりあえずいいや。おっかな。なんかあの、とどめさせる操作があったんだけどさ、ちょっとできなかったわ。やっぱリアルすぎてちょっと慌てるわ。全然画面越したら全然違う。よし。うわあ、なんだよ。あ、罠かよ。いや、これちょっと気づかないだろうよ。これさ、なんだろう、 VR のこの VR だと余計にこう、もうリアルすぎて見てるから下に目がいかないよ。罠まで目がいかないって。ちょっと先が思い やられるね、これね。お、小屋がある、小屋があるよ。おお、なんだお前、危ない危ないよお前。うーじゃないんだよお前。メレーあやら、お前こいつ卑怯なやつ、隠れてやがって。まだいる、まだいない。 OKOKOK、 あ、消えた消えた、黒い煙で消えてった。よし。お、ハーブあった、はい。ハンドンあった、はい。先行手榴弾、オッケー。オッケー。よしよしよし。先行手榴弾、どうとんの。こうか。へぇ。使ってみたいな。よし。でっかいもん。いくぞ。はい。はい、Thank you for playing. 購入はこちらから。ということでね、はい、バイオハザード RE4VR モード、ゲームプレイデモということでね、今日やりましたけれども、はい、次回から早速ね、本編をやっていくんでね、チャンネル登録お願いします。皆さん、本当にこの世界はね、一度は来るべきです。はい。じゃあね、これからね、バイオハザード
アルフォ、VR モード、そして、カリストプロトコルもね、リベンジで上げていきますし、龍が如く8もね、上げていくんで、チャンネル登録お願いします。そして歌ってみたもね、ガンガン上げていくんで、これからもこのロックニッキと、ロックニキグレーのトシさんも登録している V チャンネル、チャンネル登録お願いします。それではまた、ロックニキベイ、タケでした。バイ。